どうも、かつけいじです。今日なんですけども、今日はゼロから作品を作る時の作り方を僕なりの考えを含めてお伝えできればなと思います。はい、というわけで、まあ、作品作りを映像をされている方はすることが多いかと思うんですが、まあ、ポートレートだったり、まあ案件だったり、その時に僕がどういう風にして作品を作ってるかっていうところをお伝えしたいなと思います。まず大前提として、まあ、テーマが決まってるとか、案件の場合、仕事の場合テーマが決まってるとか、まあ、MV とかでもそうですよね。音楽もテーマも決まってる、テイストも決まってるっていう場合はちょっと除いたとして、何も決まってない状態、例えばポートレート動画とかもそうだと思うし、まあ、ミュージックビデオでも何もこのアーティストさんが決めるっていうより、この制作側決めるとき、お仕事の案件にしてもそうなんですけど、何も決まってない状態の時の作り方を今日はお伝えしようと思います。結構ね、ここが困る人多いと思うんですよ。何もない状態から映像を作るっていう時に結構困ること多いんじゃないかなって思うので、今日はそこをちょっと掘っていけたらなと思います。まず結論から言うと、僕は基本的には音楽から決めます。音楽っていうのはすごい情報を持ってるので、結構いろんなところに導いてくれることが多いなって思ってて、音楽が決まればおのずと構成だったりテーマだったりっていうのは決めやすくなると思います。とりあえず作品作ろう、とりあえず撮ってみよう、でその撮ってきた素材を組み合わせて編集しようっていう作り方をする方も多いかなと思うんですけど、これをやると結構大変やと思います。なんかこうしっちゃかめっちゃかの動画になるというか、これに音楽をはめるっていうことになるんで、後から音楽つける、探すっていうことになると思うんで、結構ね難しいんですよ。その音楽探す時間も結構かかるし、そのテーマに沿ったぴったりくる音楽を探すっていうのが結構手間というか、僕はね結構そっちじゃない作り方の方がスムーズです。何も決めずに見切り発車で作り出した作品より、正直ミュージックビデオの方が大変なんですけど、ミュージックビデオの方が早く仕上がります。絶対結果的にミュージックビデオの方が楽みたいな感じになるので、やっぱり音楽から先に決めるのがいいんじゃないかなというふうに思います。例を言うと、この間アップしたポートレートの動画があるんですけど、あれに関してもまずそういう音楽を選びました。で、ちなみに僕は、アートリストっていうサイトで著作権フリーの音楽を探すときはそこで探すので、まあ、ジャンルとか絞っていって、で歌ありとかなしとかも選べるので、そこからまず音楽チョイスしていくんですけど、でその音楽にはめてテーマを決めます。今回やったら夏の終わりの感じ。今回はですね、なんかこう具体的じゃない方がいいなと思ってて、ふんわりした感じのテーマがいいと思ってたんで、なんとなくそれっぽく行こうっていう、なんかこう自分の中での感じがあったんで、その具体的すぎずちょっと抽象的に表現できたらいいなっていうふうに思って、まず曲を選んで、それのテーマが今回そういう感じであって、じゃあそれに合ったモデルの子いないかなと思ってたら、今回は僕がやってるスクールのリンカっていう子がいるんですけど、その子がモデルにぴったりなんじゃないかなと思って、ちょっとやってくれへんって言ってお願いしたっていう感じですね。なんかこうちょっと切ない感じの表現上手かなと思って。だから順番としては、音楽を決める、でテーマ構成を決める、で被写体を決めるっていう感じの順番が僕は一番やりやすいです。なんかミュージックビデオとかと考え方が似てるんですよね。ポートレート動画撮ろうが、例えばイベントの動画とかに関してはちょっと別として、そのイベントがねあるんで、それに合った音楽を見つけるんですけど、何もない自分で作る作品の時はその順番が一番スムーズにいきます。これももちろん違う順番でも何回もやってるんですけど、僕も構成考えてみて、それに合った音楽探してってなったら、それに合った音楽見つけるのにめっちゃ時間かかるんで、結構大変だ。やっぱその順番が今んとこ僕は一番しっくりきてるなっていう感じですかね。ミュージックビデオの撮り方をそのままポートレートとかにも転用してるっていう感じなんですけど、例えばミュージックビデオとかって、まあ僕が最近作ったミュージックビデオは、まあもう公開されてるんで、ちょっとここ出してリンク貼っとくんで、これもぜひかっこいいアーティストさんなので見てほしいんですけど、今回のこの音楽で言うと、このミュージックビデオで言うと、聞いた感じこうちょっと踊り出したい感じかなと思ったのと、
そのアーティストの方のちょっとした要望があったので、それとかも踏まえて、じゃあこんなんどうですかみたいな感じで提案したっていう感じなんですけど、じゃあこの音楽を聴いてしんみりした感じのやつを作ろうって、まあ基本的には気をてらった感じにならない限りはならないと思うんですよ。音楽からその情報を引き出してるっていうことになってくるんで、これと同じことをするっていう、逆にじゃあ失恋のバラードの曲を聴いてわちゃわちゃみんなでワイ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 踊ってるような映像って撮らないと思うんですよね。だからその曲に引っ張ってもらう感覚的には、音楽に自分が合わせに行くっていう感覚で作るのが一番僕はしっくりくるっていう感じですね。で、この音楽から選ぶっていうところのメリットを何点かお伝えしようと思うんですけど、1点目はさっき言ったみたいに音楽情報量が多いんで引き出してもらいやすくなる、構成考える、モデルさん考える、衣装を考えるっていうのがやりやすくなるっていうところが1点です。これはね、絶対そうだと思います。何もないところから何かを生み出すってすごい大変なんで、0から1じゃなくてあるものから何か情報を得てそれを違う形に落とし込むっていうところがやりやすいっていうのが1点ですね。で、もう1点は例えばなんですけど、違う人と一緒に制作するってなった場合、じゃあ僕が、構成とか考えます、脚本も考えますってなった時に、じゃあ衣装さんがいたとします、でヘアメイクとかもいたとしますってなったら、こういう音楽ですって言って渡すとある程度その一致しやすくなるんですよね。じゃあなんか衣装とかに関してもちょっとパーティーチューンの時はやっぱカラフルな衣装っていうイメージがあったとしたら、それを共有しやすくなるし、これ結構僕はいろんなところで思ってるんですけど、作品って僕は総合エンタメやと思ってて、映像制作でも思うんですけど、これね、どっかでうまいこと説明できたらいいなと思ってるんですけど、言ったら総合得点が高いやつがやっぱかっこいいなと思ってて、そこを目指してみんなで頑張ってるっていう感じがあるので、例えば絵が綺麗っていうのもそうやし、役者さんが素敵っていうのもそうやし、ストーリーが面白いとか、ヘアメイクがかっこいいとか、ファッションかっこいいとか、いろんな要素が混ざって作品ってできてるっていう認識なので、なんかこう例えばめっちゃいい感じの絵作りで、めっちゃいい感じのストーリーで、役者さんも素敵だけど服めっちゃ変とか、なんかちょっと冷めちゃうじゃないですか。なんかこれを一致させやすくするために音楽を使うっていうのはすごくいいと思ってます。音楽でみんなの共有認識を上げるっていう作業をするとすごく作りやすいです。なのでまとめやすくなるっていうところは一つあるんじゃないかなと思います。で、三つ目はやっぱね、時短です。時短しやすいです。もうさっきもちょっとお話ししたんですけど、慣れてくると絶対そうだと思うんですけど、曲があって絵コンテがあって撮影に行くっていう状態と、何もない状態で撮影に行って後から編集をするっていう作業で、なんかこうスタートダッシュは早そうな気がするんですけど、撮影にパンって行くっていうのはなんですけど、最終的な時間で言うと多分前者の方が、全部決めてから行くっていうところの方が早く終わると思います。で、この作業に慣れてた方が案件もこなしやすくなるし、後々どっちみちそういう作業はね、していかないとダメになることだと思うんで、初めて動画作りますみたいな人とかも先にそれやっちゃった方が早いんじゃないかなって僕は思ってます。じゃあそのカット決まってくるんで、そのカットを取りに行くっていう形になるので、撮影時間も短縮できるし、編集ももうある程度決まった感じになってるから、ここにはめていくっていう感じなので、そこはやった方が早いんじゃないかなと思います。で、僕は後からいろんな自分の作品見返した時に、ちゃんとそういう準備をしていった作品の方がやっぱり好きです、未だに。なんかこのなんとなくいったやつはやっぱりね、なんとなく感がやっぱ拭えないっていうのはあるので、なんかそれはそれの良さがあるんですけど、それやるときはポートレート動画とかでただただその女の子の、男性でもいいんですけど、その人の良さを引き出すだけの動画、可愛いカットを並べる、かっこいいカットを並べるだけの動画とかっていうのであれば問題ないと思うんですけど、ある程度ストーリー持たしたいなとか、なんかこう作品っぽくしたいなみたいな時は音楽から決めていくっていうのが僕は結構おすすめです。はい、そんな感じで今日はちょっと雑談っぽくなったかもしれないんですけど、結構これやってみるといいんじゃないかなと思うので、意外と盲点な気がする。初めて作っ
るってなったら、やっぱ映像を作るってなったら映像から入るっていう人が多いかなと思うんですけど、僕は特に音楽に触れている生活をしているので、基本的には音楽から得れる情報ってやっぱなんかこうあると思うんですよ。ロックで思い浮かべる映像とジャズで思い浮かべる映像ってなんか全然違くないですか。もちろんこのちょっと異質なやつを彫り込むっていうのもかっこいいんですけど、それってもうちょっとこういろんなものを経て王道を作れた上での話かなと思うので、一旦ロックって言えばこういう感じのイメージだね。ジャズの音楽やったらなんかこういうちょっとこういう感じやんなとか、なんかカントリーやったらこういうイメージやんなとか、R&B やったらこんな感じやんなとかっていうので、それプラスじゃあそれに歌詞が乗っかってんのやったら、この歌詞ってことはこういう感じやんねとかっていうので、その映像の構成を作っていってあげると作品作りはしやすいんじゃないかなというふうに思います。まあ、映像制作に限らず、これは作品作りするときは結構基本的にはそうですよ。何でもそう、ダンスの制作するときももちろん音楽先にあるし、でそれがあって振り付けが決まってくる、この音楽に合った振り付けで、それに合った衣装で、それに合った演出、それに合った照明みたいな感じになってくるんで、だからこの作り方がね、そのなんかの制作の上で結構テンプレートに僕の中ではなってますっていうお話でした。今日は、まあ、なんか作品作りする方がどれぐらいいるかちょっと分かんないんですけど、映像制作をする上でどっちにしても個人でやられる方とかはそういった作品作りは必須だと思うので、ちょっとでも参考になれば幸いです。まあ、このチャンネルでは映像制作を中心に僕の作品作りの方法とかエンタメのこととか、まあ、プライベートのこととかもたまに発信したりとかしておりますので、少しでもいいなと思ってくださった方はいいね、コメント、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。